れさん、お疲れ。ここの電気が光る。もーちゃん、広島じゃないよ。お仕事だからね。こんばんは。はい、そう。結んだの、今日は。今日は目指せ魚ちゃんのロケでした。こんばんこんばんは。今日は寒くないよ。今日もかわいい、ありがとう。季節的にはそうね、いい感じ。本当に寒くもなく暑くもなく。こんばんこんばんは。頑張ったので眠いです。なんかね、新幹線で寝れなかったんだよね、今日。普通に夜寝たかも、からかもしれないけど。配信が早いのは普通に、化粧を明日と明後日するから、早めにお風呂入りたいなと思って早めなだけだよ。そう、リップ一緒よ。桃の収穫今日までだっけ。おしましこすいてた。お、ありがとう。そう、おしましあるらしい。おしましあるらしいよ。私も今日知ったんだけど、びっくりした。え、あるのってなって。しましてない。しまし。でもかもまだ読めてない。ああ、そういうこと。ももの剣を別の子に使ったり、別の剣、この剣を私に使ったりできるってことか。あれ、その場では買えないんだっけ。土曜少しももでも減った。ありがとう。ベロをかぶってるよね。なんでだ。
変えられるってことか。前もってか。ももちゃんの毛はももちゃんの毛はももちゃんで使ってよ。悲しいよ。え、変えられるけど変えないの？なんでじゃあおしまし機能あるの？ねえ。やだじゃん。なんかここダマになってる。持ってる剣のイクメンも変えられるけど、新規の剣は。なるほど。ももに来てくれるの？待ってる。あ、治っただま。来てくんないの？もものやつはももに来てね。泣いちゃうよ。ほんと？ちょっと待って。やったね。そうね、ももちゃんの剣が別の子に変わっちゃったら、私が何しよう。ももかの剣を別の子に変えた人は、もう、わさびが、これくらいの、ネタなしのシャリと、こんぐらいのわさびがついたやつは、渡して口に入れるからね。最低。ご飯これぐらいで、わさびこれの、ぐらいの、こうやって言って、ガーンって口に入れるから。おもちゃん来てくれ、おもちゃん来てくれたら、ちゃんと、ありがとうって。わさびがね、そうだよ。それはそれでしてほしいってさ、本当に言ってんの？わさびこれを食べれるの？そんなの。絶対ゲホゲホなるやろ。それやってくれるんだろうって。それがいいって言われるとは思わなかった。結構さ、なんか嫌がられることを考えたと思ったんだけど、ケツバットとか言ったらやってほしいっていう人いそうだからと思ってわさびにしたのに、わさびもしてほしいって言われたらもうどうしたらいい。何するじゃん。もう絶対に嫌だみたいなことを言おうと思って考えたんだけど、何が絶対嫌かね。私だったら嫌だけどな。そう、泣かれるのや。じゃあ目の前で号泣しに行くっていうのどう？おしましした人の前で、ってもう周りの人にも分かるレベルで、もう、ひどいことされましたってね。うん。それはそれで喜ばんで、ほんと。スタッフさんたち、ほんとよ。何したんやってなる。ほん
当に。もーちゃんが冷たい目で見られるなんて、いそうだもん、ね、それでいいって人。罪ですって。もしもしなかった、わかんないじゃん。次上がってるでしょ。ミュージカメラもした。はい、魚をすごい、そう、桃の剣を他の子に使っちゃダメって、別の子買ってるやつはあるんだけど、桃花のやつを変えちゃダメっていう。全然ね、おしましで来てくれても嬉しいし、メイク変えた、メイク、いや多分ね変えてないんだけど、この部屋がホテルの部屋ってさ、オレンジっぽいから、もしもし剣、そうそうそう、うちが悲しむようなことはしたから悲しんじゃうよー、ちょっと待って、全部おもちゃやったね。そう、変えたように見えるけど変えてないよ。ドキドキして金曜の夜寝れるか心配。寝れるかな、寝れるかな。ちょっと光がね、オレンジっぽいから、もう今年が終わると思った。ね、寂しい本当に。一発は何話したいですか、ペロペロ。もうそれは変態、変態って言っては怒られるね。ゴムパカって直前に結局ももにおしましするのがよくて、ももに来てよ。さっきちゃんが気になった場合で、剣がない場合はどうすればいいですか。遠くから眺める、この施設、そう、ラグだからね。いつもと違う 表明のせいか、ちょっとそうなの、このオレンジのやつになると雰囲気変わるの。そう、家の照明がさ、オレンジじゃないから、ここはなんか違うく見える。夜ご飯はね、微妙に食べたんですけど、もうちょっと配信が終わった後にちょこっと食べようかなって。うどんは朝ごはんに買ったけど、そのロケで食べたんですよ。だから何食べたとか、今日何したとかはまだ言えないけど、今日食べたものがあって、それの余りをねちょっともらったんですよ。だからそれをもうちょっとして食べようかなって。
教えて、もちゃん今日かわいいってお話し会頼む。いけるよ。朝用にも買ったよ。うどん買ったの。そう、配信では食べられない、ネタバレ注意しちゃう食べちゃったら YouTube 出るまで待ってね。コーヒーラペチーノ飲んだ。いいね。あ、ぶどう飴全部食べました。でもママと食べたので全部一人では食べてないんだけどね。ぶどう飴作って食べました。なんかまた昨日の夜も作ってたんよ。で、なんか出来終わったぐらい後ぐらいにママが来て、なんかすごい楽しそうな顔してこっち来てとかこっちの方見て、あれなんでわかったんって言ったら、匂いでわかるよって言われた。ファンクラブで食べてたやつ、ぶどう飴って言うんだよ。リンゴ飴のぶどう飴バージョン。あれ作るの簡単よ。だって普通にレンジで4分半くらい砂糖と水入れて作るだけだもん。半分こしました。次はいちご飴も作りたい。ぶどうって結構いっぱい入ってるからたくさん作れる。いちごもあるか。そう、屋台できそうなんだよね。電車の椅子起きて起きて。ももちゃんカフェ、ももちゃんカフェ、ももちゃんカフェ、桃ジュースとぶどう飴といちご飴と桃飴を売るのどう？りんご飴もどう？飴専門店桃飴はもう売ってないよね、普通に考えて。桃の飴ってどんな感じなんだろう。かんざし飴美味しいよね。なんか桃って難しいよね、ちょっと。でもさ、お祭りに行ったら飴ってすごい人気で、いちご飴とかみんな食べてるんですよ。だからちょっとお祭りとかで桃ジュースとも飴食べたらジュース甘く感じます。確かに飴って甘いよね、すごい。お水、お水。屋台の食べ物って全部美味しいよね。桃は皮むいてない、水分がすごい。あ、確かに。どうなるんだろうね。桃飴ないからな、混ぜてるとこ。最近意外かとね、ちっちゃくカットしていけそう。今日は移動中にスイカゲームをして、スイカゲームをして楽しんでました。あとダンスの練習もちゃんと見て、あとアニメ見て4時間を過ごしました。東京だったので。そしてですね、そう、みんなにさ、私これ買ったんだけどさ、これって何日からダウンロードできるか知ってる人いる？明日？スイカできたよ。でもスイカ2個作れないんですよ。
そう、これマリオ、メンバーでセカリマ、わかんないけどね、いろんなね方々がやってるから始めた。そう、これ明日なんかね、発売日が10月21なんだよね。ね、でダウンロード版を買ったことにすごい後悔してて、カセット買えばよかったと思って。あ、でも待って、あ、そうなんだ。私もスイカ3回くらい作ったんだけど、2個は作れないんだよね。日付変わったら、ね。めっちゃ楽しみと思って。本当に楽しみにしてて。マリオ大好きなんよ。めっちゃ楽しみ。本当に。21の0時かな。じゃあ20日じゃないのか。1日早くじゃないのか。もうかな、本日のスコアランキングはですね、2491ですね。シュッ。わ、打つね。スイカ作れなかったの？米つれじゅん。違う。これはスコアだから、順位じゃない、あの、今日飲もうかのスコア。発売予定20日。ね、そう、20日って書いてるんだよね。え？ってことはまさか12時にできるの？わあ。あ、発売日20日？21かと思ってた。やばい、今日もう0時になったらできるかも。確かに寝たいな。寝たいけど、これちょっとやりたいな。だってダウンロード版を買ったらさ、それ0時からできるよっていうあれなんでしょ。事前ダウンロード？そう、お風呂入って全部ちゃんとやって0時にちょっとだけやる。え、ダウンロードっていつやればいいん、これ。いつでもいいんか。いつでもできるっぽいね。買ってから150日以内。朝までやらんよ。やらんよ。30分とかでやめるよ。明日やるもん。おうかのスイカちゃん。おうかスイカちゃん作りたいもん。スイカちゃんを作って今みんなに見せたいんだけど、できなさそう。あ、できないかも。新作の、そうなの、新作のマリオなの。おりゃ。おりゃ。一日でクリアはすごい。もうね、そこまで一日に何時間もゲームをする体質ではないからね。ちょくちょくやるタイプなの。今ね、梨ができた。スイカ始めなよ。200何円で買えるよ。スイカできたことある。今日もできたよ。でも2個できないから、もう悔しくて悔しくて悔しがってる、ずっと。そう、スイカってどれぐらいのあれでできるんだろうね。
今話しながらだから全く考えない。あ、桃できた、桃。見て、私この桃が好きなんですよ。桃だから。可愛くない？桃。ハマってる？階段みたいな感じ。あ、そうだよね。私もなんかそれっぽくやってるんだけど。なんかあるよね。最高2491だね、今日のスコアは。それってどうなんだろうね。悪いんかな、いいかな。わかんないんだけど。しょもももももも。ももが好き。見せたいけど、無理かな。今はまだメロンぐらい見せたいんだけどな。でもこういう時に借りってできないんだよな絶対。じゃんじゃん。あ、桃2個できた。スイカリウムの攻略動画、映像のあるんや。すごい、まだ全然攻略動画とか見たことない。桃2個できたよ。今梨がもう1個できた。桃2個できたのにくっつかない。難しいよねこれ。どういうゲーム、なんかね、同じやつをくっつけないといけないのよ。桃と桃がくっついたら次パイナップルになって、パイナップルとパイナップルくっつけたらメロンになって、メロンとメロンくっつけたらスイカになるの。で、今くっつけたいんだけどなかなかくっつかなくてね。そう、こうやって2個同じやつをくっつけないといけないんだけど、ここが邪魔でくっつかないの。くぅくぅっていう状態今。そう、ゲーム実況者さんってすごいね。私ちょっと今話しながらやってるんだけどよくわからなくて。素晴らしいよ本当。買ってみた？なん、どういうゲームって言うんだろうね。くっつけてくっつけてでかくして、なんかフルーツをスイカをそう2個作れたら、なんかポンってなんか跳ねるんやっけ。パカッ、なんかポンってゲームし、なんか声出る。え、一人でゲームしてるときあんま声出んタイプだと思う。あ、でも昨日家でやってたので、ママと話しながらやってたんだけど、スイカができたときに、できたぜスイカーって言ったから言ってた。家で桃くっつけ、あ、パイナップルできたよ。パイナップル、パイナップル2個できた。くっつけ、くっつけ、くっつけ、って。なんか放置してたらメロンになった。このメロンがもう1個できたらスイカになるよ。見せれるかも。ちょっと頑張るわ。待って。ちょっと頑張るわ。なんか放置してたらさ、くっついてった。あ、桃ができた。え、これできそうじゃない？桃。スイカ見せたいんだよ。今みんなやってるからね。ちょっとなんか、治ったかな？治った？あれ？治った？なんか、電波悪くて止まっちゃった。チカチカ鳴っててさ。どう？治った？あ、やってもうた私。え、いや、チカチカなっただけだよ。
あら、バンされちゃった？ゲーム画面がダメだったか。やばい、見せない。え、でもなんか、モモのやつはただ単にチカチカなっただけなんだけど。え？あ、違う、モモが切ったんだよ、一回。え、モーカーが切ったんだけど、あれ？あ、なんかチカチカなって、配信が電波が悪かったから、自分で一回消したんですよ。私が、電波が悪くてみんなのコメントが見えなかったから、自分で切ったから、多分、モーカーがバンされたんじゃなくて、あれかも、自分で消したんだと思う。そう。わかんない。多分そう。自分で切ったよ。でもさっき。チカチカなり始めたね、さっき電波悪くて追加できてない。そう、じゃあ追加できたら一瞬見せるね。ちょっと待って、じゃあ頑張るわ。私は今まだメロンはメロンのまま。追加できるといい。追加できたらまあ嬉しい嬉しいって感じ。頑張ってるの。待ってね、今なしができたから。スイカできて完成。え、でもスイカ2個さできんと、まずスイカ2個できたことないんだけどさ。パイナップルになった今。あとパイナップルとパイナップルくっつけたらスイカになるから頑張ります。300点目標、そうだね、300点目標。あ、難しいよ。おりゃ。スイカとパインは、スイカとパインとかないの。もう同じやつを作り上げないといけなくて。そう。だから、同じやつを、ね、作っていくの。で、リンゴとリンゴできたかな。梨ができて、もう一回リンゴ作って、あ、パインとパインができたよ。あ、くっつかない。くっつかないよ。スイカ見せたいのに。今メロンとメロンができたけど、メロンとメロンがくっつかない。もう、くっついてよ。メロンとメロン。メロンとメロンがくっついてくる。スイカできるんよ、今。素材的には。素材的にはもういけるのよ。けどくっつかないの。くっつけ！くっつけ！くっつかない。待って。頑張って。頑張って、メロンちゃん。あっ！
いくよ。一瞬。うん。メロンじゃない、スイカ。できたよ、見えた？できた、1回でできた、よかった。でもスイカとスイカやりたいけど、もうここからが1回もできないんですよ、もうか。できた。それな、桃があるからもう1個スイカを作りたいので。またパンポンパチパチ鳴った。これダメって言われてるのかな。ただいま。パチパチ鳴ってもう一回消した。復活。わかんない、今回も自分で消したけど。厳しいね。わかんない、普通に。こんばんは。なんか私の配信は消してるんじゃなく、消えるんじゃなくて、なんかパチパチ鳴ってる。あ、め。メロンもう一個できないかな、スイカか。こんばんこんばんは。わかんない、どっちかわかんない。まあいいじゃん。じゃじゃん。スイカできた。こんばんは。できない。無理な気がする。二つ目のスイカできない。桃と桃できたけどくっつかないの。そう、あ、ゲーム実況で見たことある。あ、そうなんだ。でも、そのレベルでむずいんやね。スイカとスイカがくっついたら、なんか弾けるって思ってたんだけど、間違ってるか。無理になっちゃった。に。スイカゲーム何個もあるけど、どれだ。え、なんかね、スイッチのゲームでね、ランキング1位のやつだと思うよ。ない？できなかった。2419と iPhone ではできないんだよね。スマホゲームではないんだって。そう、スイッチで200何円で買えるやつ。こんばんこんばんは。
有料だよ。でも安いからすぐ買える。こんばんは、こんばんは。こんばんは。スイッチ持ってない。そっか、ゲーム実況とかしたいけどできないからな、なかなか。でもそんなゲーム持ってないけど。インスタならできるんだ。うん。おーちゃんとマリカ。おーちゃんマリカはこれ持ってるよ。がね、マリカは持ってるんだけど、一人でやるの寂しいからあんまやってないんだ。マリカと動物の森とポケットモンスターとマリオしかまだ持ってないんだけど。私ほぼカセット買ってないのよ、まだ。あとスイカ券も。マリカは人とやりたいんだよね。あのスイッチのやつやってる。携帯もやってるけど、もーちゃんがマリオで寝れなくなる。もーちゃんマリオで、ね、寝るよ。もう疲れたもん今日。ちょっとしかやらない。メンバーとね、やりたいけど、なかなかメンバーもスイッチ持ってきとる子も少ない気がするから。うん、ムカもあんまスイッチ持ってきてないんだよね。アンピやってるの、アンピいつも持ってきとるイメージある。うん、今日はマリオがしたくて持ってきたの、ホテルだから。今日とか明日とか眠くなって、今日はね、眠いよ。毎日眠い、多分。なんか私ゲームとかしてたらさ、あんまみんなの前でゲームすることがないから、あんま見たことないと思うんだけど、もうなんでみたいな感じで怒り始める。あの、もうなんでそうなるのって言う。あの、あんまりね、でもゲームしててそこまでね、独り言言わないタイプなんで、そう。ゲームやってて怒るタイプって言ったらもっと怒っとるみたいじゃん。そんな怒りじゃないよ。ちょっと勘違いしないで。そういうのじゃないよ。なんでって言い始めるだけ。ポケモンの技外れとこ。なんで外れるんだよーってなるよね。本当の。無言でやってるかも。大パン。でもか、ゲームしててイラつくことがない。なんか別に負けても、負けたーって終わる。そう。平和、そうですね。モカはゲームするときは平和だと思われます。七並べも負けたって感じ。だって基本負けるからさ。私は、ゲームではイライラしないです。
姉ちゃんとやってても言えない。ならないよ。負けたわ、で終わる。そう、こないだそう、お姉ちゃんと夜ゲームしたんですよ。何のゲームか忘れちゃったんだけど、なんだったっけな。そうだ、今回できるじゃん、一緒に。会えたら。ゲーム何やったっけ、なんか忘れちゃったんだけど、パズルとかいろいろあるやつ、なんか負けたり勝ったりだったんだけど、なんか負けてもお互い負けたわって感じだった。なんだか何だったっけな、忘れちゃったけど、ソフトなんかね、やったやつ負けたの。いや、なんか負けたのもあるし、勝ったのもあって、なんか、二人とも、なんか、でもなんかね、頭使うやつ、何回かお姉ちゃんに負けて、悔しかったから、もう一回やろうって言って、ずっと、もう一回やろうって言って、何回かやって勝った。そう、だからなんか怒るってよりは悔しくなってもう一回やろうって言っちゃう。そうだからゲームはね、人とやるともう一回やろうって言っちゃう。そう、自分が攻略法を見つけるまで。そうだね、え、でももう負けっぱなしのやつも、例えばスマブラはもう弱いので一回も勝てたことないです。まずもう弱すぎてあんまやらないんですけど、ほぼね、あのもう負けたまま終わる。だからね、絶対負けるやつはね、もうね諦める。ちょっともしかしたら勝てるかもってやつは頑張る。何のゲームが、え、モカそんなにゲーム上手くないからな。なんやろ、そんなゲーム上手くないよね。でもさ、マリカーはどうやろう、携帯の方は強いんだけど、あんまりスイッチやってないからね。あとは何だろう。諦め大切なん？そんな。姉ちゃんに負けるのは悔しい。そんな本気のあれじゃないよ。もう一回やろうよぐらいの。そこまでゲームではならないけど。ならないかな、別に。もう一回やろうと言うけど。もうちょっとで読むね。ボードゲームってなんだっけ？ボードゲームってなんだっけ？あれ？ゲーム中の二人のリアクション？って笑ってそう、ずっと。あ、人生ゲームとかか。人生ゲーム前さ、やったことあるよ。家族とか。友達とか。私は毎回、ねむこちゃんと、二人の親友ちゃんと私で、ねむこちゃん家で、人生ゲームを何回ぐらいやったことあるかな。何回かやったことあるんで、ね、でもいつも負ける。本当に人生ゲーム弱いんですよ、もう。勝ったことない。
あれもそう、あ、なんだっけ、あれもオセロとかも囲碁とか醤油味やったことない、チェスとかもやったことない、ルールわかんないね。どんじゃら、なんだっけそれ、桃鉄もないな。どんじゃらなんだって聞いたことある。オセロはあるよ。でもこちゃんが名前、そう、配信に来てくれてるから。人生ゲームやったこと、オセロボードゲームじゃないのか。最近はやってないね、全然。あんまりやったことないかも、いろんなもの。ことないような、もうないですね。あ、トランプならやったことある。ママが好き、ママが好き。にゃんにゃん、何分ぐらいやってる？1時間ぐらい？UNOはやったことあるよ、何回か持ってたし、やってた。まあ5時、じゃあそろそろやめますかね。てつさん、ハートありがとう。たしさん、ハートありがとう。てつさん、誰もありがとう。旅人 DX さん、誰もありがとう。りょうさん、ハートありがとう。あざっさん、ハートありがとう。ザッキーさん、ハートありがとう。まっこいさん、バラありがとう。たかのんさん、ハートありがとう。まるこさん、かわいいありがとう。こうじさん、ハートありがとう。じゅんぬ、はく、きんさん、ハートありがとう。まぼろしさん、ライフありがとう。リチャードさん、ありがとう。すばるさん、帽子ありがとう。ピノさん、かわいいありがとう。サヌキンジュンさん、花ありがとう。ティームマンさん、タコありがとう。ザキーさん、かわいいありがとう。マピアノのピーさん、ありがとう。コスキさん、花ありがとう。タカノさん、ありがとう。13位のサウロンさん、ありがとう。ジュニアのたかきさん、ありがとう。まかわり合える楽しみにしてる中車とも楽しみにしたらね。ジュジのフレーミングの左手のおそくさん、ありがとう。ジュの今日のもかがすごい近くて大体大好きなの。トシさん、ありがとう。大丈夫、乗り過ごしてない？ありがとう。9位のイギータさん、ありがとう。8位のザッキーさん、ありがとう。好きなソーピーチ、好きなソーピーチ。7位のコーシーさん、ありがとう。明日からお話し会のために千葉移動する楽しみ。おー、気をつけてきてね。待ち寄るよ。6位のフジポンさん、ありがとう。5位のマルコさん、ありがとう。幕張10月1日お話し会。おー、待ってるよ。楽しみだ。4位のドラガンさん、ありがとう。明後日大好きなもちゃんの楽しみだな。四国も、おー、私も楽しみにしてるね。3位のフミヤとマーク、ウフフさん、ありがとう。2位のスバルさん、ありがとう。1位のエビサマさん、ありがとう。ありがとうございました。
焼肉のやつ、なんか ST メンバーが踊っとったよね TikTok で。うん、iPod？ ちょっと照明がね、なんかあれけど、ありがとうございました。いい夢見て、いい夢見てね。おやすみ。バイバイ。おやもも。おやすみ。また明日ね。バイバーイ。